2024年の5月の12日、今日は東京の両国の国技館に初めて生で相撲を見に行ったんですよね。まあ、チケットすぐ売り切れちゃったのでやむなく転売ヤーから購入するしかなかったんですが、後ろから3番目ぐらいの列でも思ったよりはその土俵の様子とか、まあ力士の指とかぐらいまで見えるぐらいだったので、意外と遠くでも見えるようになってるんだなっていうのは感心しましたね。まあ特別相撲に対しての興味関心強いわけでもないんですが、そういう人間が見てもまあルールが結構わかりやすいので、見ててそのちゃんと面白く感じられるっていうところがあるので、まあ一回も行ったことないっていう方はやっぱり一度ぐらいは見てみてもいいんじゃないかっていうふうに実際言って思いましたね。まあしかも今日は横綱の照ノ富士含め横綱とあと大関が全員負けたっていうことで番狂わせの一日だったんですよね。なので座布団投げてる人がたくさんいましたね。禁止らしいんですけど本当は。まああとちゃんこが500円で食べられたり、名物の焼き鳥が700円で食べられたり、まあ料理はその量に対してちょっと高めではあるんですけど、まあ味は美味しかったので、まあ食べてみてよかったですね。まあでも日本ローカルの競技が今でもマネタイズに成功してるのってよくよく考えてみたらすごいマーケティングの勝利ですよね。柔道とか剣道とかやぶさめ弓道とかはそうなってないのに、相撲はなぜここまで成功したのかって考えるとすごいですよね。ニュースとしては大相撲で2006年以来18年ぶりに上位勢が総崩れとなったという報道がありました。まあたまたま行ったタイミングでそういう珍しいものが見られたんですが、でもそのランク付け通りの結果だったら面白くないと思うので、勝負事はそういう面白さもあるんじゃないですかね。以上です。